嘘川は、滋賀県東部を流れる淀川水系の一級河川。滋賀県東大見市の山間を水源とし、古島平野を精神して、琵琶湖に注ぐ。総延長は 22km、流域面積は69.71、軽平方メートル、平方メートル。水源地帯は、河口岩質で、山地部は、広葉樹が大部分である。 林草に恵まれているため、流下土砂による川床の上昇は見られない。天井川である越川や犬上川の中間を流れているため沿線は低湿地を形成している。平地部を流れる流路は約 5km あり、川口から 3km までは昔から千雲が盛んだった。上流には嘘川ダムが設けられている。また、嘘川の利水による農業が、 盛んに行われており、牛ヶ瀬関、寺遺跡、石井遺跡の3カ所から3000ヘクタールの田園が開墾され、年間約1500万円分の水揚げがある。嘘川の河川名の由来は以下の3つがある。堺蘇川はかつて、琵琶湖と内陸部を結ぶ水運が盛んであった。水運は平安時代から開始されたと見られるが、資料より1656年3月には、 確実に行われていた。湖岸の水戸や村を中心に、沿線の複数の村で物資の積み下ろしが行われていた。江戸時代初期に、彦根藩の年貢米を運送するために行われた、水運は時代を減るごとに盛んとなり、年貢米のみならず様々な物資の運送に利用された。しかし、明治期に、東海道本線や大見鉄道本線の布設が行われたこと。 これに伴う道路の整備されたことで水運の需要がなくなった。そして、明治39年から昭和41年にかけて、日夏村で護岸工事が行われ、日夏より遡上が不可能となったことで、水運は実質的に終了した。愛称長石橋には6世紀頃に築造されたと見られる、周囲80メートル。 高さ4メートルで頂上に小さな祠らが祀られた大きな古墳がある。地元では、正門塚と呼ばれ、昔は、さらに広大で、周囲に、幅にメートルくらいの溝が掘られた、周公墓と伝えられる。この古墳の埋葬者は不明であるが、高貴な人物が埋葬されたと考えられる。歌詰橋940年に、平野正門は、 藤原秀里らによって中殺されたが、秀里が戦勝の報告のために上洛しようとして、中山道を通って、堺祖川にたどり着いた時に正門のムが追いかけて、来たという伝承が残る。秀里は、歌でもって、正門の罪をなじったところ、正門はその変化に詰まって打ち倒れたとされる。これにちなんで、嘘川に架かる中山道の橋を、歌め橋と呼ぶようになった。 そして、古墳はまさかどを埋葬したものと伝わる。嘘川では遡上するアユなどを捕獲する漁業を行う第二種共同漁業、中、上流では内水面第五種共同漁業が行われている。嘘川で最大の漁獲量の磯田漁業、共同組合は1949年に100名、あまりで発足したが、現在は組合員が減少している。かつては、 川口から200メートルの位置で行われていたが、工事に伴う川床低下によって、川口から2キロメートルの位置に移転となった。昭和期に改修されるまでは、断面の形状も不規則であり、出水ごとに、越流、または、破堤して、低内地に入った水は、洪水となって、田畑や、人家の流出被害を出した。伊勢湾台風では2430ヘクタールが、 氾濫している。琵琶湖から岩倉川合流までの8740メートルの区間が改良された。宇多ずめ橋より上流部は川崎橋梁であり連続する堤防がない状態であり、改修によってがつもるの拡大と線形の改良を行って安全な流下を図った。また、東海道新幹線より上流で発生した洪水を新幹線と 並行して新設された、排水路で、それぞれ25メートル S の水量を流下させるため、これを完全に受け入れる目的もあった。特に、越川町、川久保地区では、地盤が低いため出水ごとに長時間浸水だったため、川床を低下させることで排水を促した。昭和27年までに調査が終わり、昭和28年以降からは、 中小河川改良工事として施行が始まったが、昭和34年に、伊勢湾台風で被災したためそれ以降は、災害関連事業として事業が進められた。この改修に伴い、境川合流点より、下流は543.4メートル、S、立方メートル毎秒、それより、上流は530.4メートル、S の計画洪水量で設計された。 昭和40年台風24号によって、堺蘇川の小枝雷橋付近で300メートル、S ほどの水量に襲われ、嘘川上流部とその支線で被害が出たため、上流部が支線と共に改良復旧された。改良までは、流下能力が230メートル、S 以下の部分があり、無底部が多い状態であった。ここまで2回の河川の改良を経てきたものの、 今後の工業化や都市化を見据えて、洪水調節機能や流水調節機能を持ったダムの建設が必要になった。そこで、嘘川ダムの建設が行われた。昭和44年度から調査が行われ、1972年10月9日に、起工式が行われた。ダムサイトの川床部に、幅約20メートルほどの断層破砕体が2本、通っており、 左岸取り付け分にも一本存在する状態だった。また、ダムサイトの地形は、左岸側は、緩斜面、右岸側は40度前後の傾斜で、U 時刻と V 時刻の中間のような構造であった。こうした地質を考慮して、ダム形式は、ロックフィルダムとした。このダムより、下流の計画降水量は、東海道新幹線との交差地点で730メートル、 S, S とした。ダムの建設は1980年6月5日に完成した。包み高56メートル、津々町192.8メートル、総貯水量2960万立方メートル。昭和58年6月の豪雨で、漏水や川床低下が発生し、彦根市や豊里町で床下浸水が生じるなど被害を受けた。 そのため被災していない区間も含めて、ガツモルの拡大や、線形の改良の工事が行われた。この工事では、環境保全も同時に行われ、階段校、漁装ブロック、緑化護岸、河川公園の施行も行われた。こうした河川改修工事によって、川口から 10km 余りは細く屈曲した、川から美しい護岸が整備された川に生まれ変わった。 弥生時代の遺跡は、標高90メートルより低地に手多く分布している。現在の河道域では、明楽寺遺跡が知られているほか、金沢町から上石寺にかけての旧河道域では、銅卓が出土した石寺遺跡や、その第なさと、城岡部遺跡などが分布している。古墳は、嘘川の周辺に形成された、谷口部の洗浄地に大半が立地し、その次に、 火流の工人山周辺に立地する。谷口部の古墳は20基ほどが現存するが、かつては298基もあり、県内有数の古墳群であった。これらの古墳より古来から、旗市が移住していたことがわかるほか、京安彦氏、鹿野市、大中富氏などのものが多いため当時の中央政権との関係が深かったと考えられる。こうした古墳群は、 戦場地に立地しており、開発が困難ゆえに没として活用されたと考えられる。反対に、上理性の区割りは、戦場地から外れた愛称町経也から下流で見られる。この付近では、白宝時代と考えられる、寺院跡が点々と分布する。これらの土地利用より、嘘川戦場地に墓地を構えた果たしが、越川戦場地の啓やより下流を開発し、 白鳳時代には、上履上に土地を開発し終えて寺院が混流するようになったと見られる。下流の鉱人山付近では、古墳が30基ほど作られ、弥生時代前期からの集落跡が発掘されて、継続的に集落が営まれたと考えられる。鉱人山北側は、嘘川の中石化が進まず、低湿地化し、開発が困難になっていたが、聖武天皇の直によって、 波流層として751年までに開発された。中世以降は非常立体の開発が進み、かつて母域であった、堺蘇川線上地域が高地化されている。また高地化されてこなかった、堺蘇川中流の日田や水戸では15世紀頃に、築城が行われた。日田城は1559年に合戦が行われ、慶長以降は、廃れてしまった。 この日田城は、嘘川を北棒とし、その他三方に土塁を設けた城であり、遺跡としては良好な状態で残っていた。どちらの城でも中世に見られた防衛集落であり、明楽寺遺跡で見られた日松氏が作った城下町においても、同様の形態が見られる。15世紀以降には、嘘川下流部において稼働が付け替えられ、この時にかつてあった波流層が、 ソネ沼に沈んだとされる。発表順、ありがとうございます。